プスランプチャンネル始まりました。よいしょ。イエイ。テンプスランプ吉山です。どうもしのぎです。おいしい。なんかパターンの違うやつ来たの。本日はですね、はい、藤本理恵選手特集。はい。この間ね、うん、女性レーサー初優勝特集の中でね、はい、藤本理恵選手のレースをお見せしたかなと思うんですけども、うん、他の3名の女性レーサー特集はしてるんですけども、うん、藤本理恵選手やってなかったということで、今回、はい、撮らさせていただきました。はい、ということで、じゃあ早速、藤本理恵選手のプロフィール見ていきたいなと思います。はい、出身地、埼玉県、うん、川口とかね。で、埼玉県から伊勢崎オートレースも近いですから、オートレースとか知ってたんですかね。うん、年齢39歳。で、選手になったのが2013年ということで。うん、遅めのデビューなのかな？そう。30歳ぐらいか。そうだね。で、32期生ということで。32期ってことは、まやちゃんを見て入ってきた世代なのかな？そうの可能性もあるかもしれないけど、うん、はい。ケイチロ選手とか、うん、同期ということですね。うん、はい。で、所属は伊勢崎。まあ、青山周平選手とか、はい、高橋光選手、早川選手というね、名だたる選手が所属するレース場でございます。はい、で、持ってるバイク、サバ寿司。おサバ寿司というとですね、これ、自分が飼ってる猫の名前。そうなんだね。はい、猫の名前から。好きな食べ物じゃないんだ。じゃないんですよ、これ。うん、で、デフテック。デフテックタンケンフラウンガ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 ウはい、で身長162センチ、うん、体重 47.5キロ、うん、血液型大型、はい、で魚が、あ、魚はい、で星座が、うん、魚座、魚座、はい、魚座ね、星座魚座、はい、魚座ということで、水を得た魚のように雨降った瞬間にすごい力を発揮する選手なのかもしれないということで、いやかましいね魚座っていうことは、うん、猫は魚が好きじゃん、うん、あで魚をこう覆うじゃん猫、うん、こう逃げが逃げがなるほど、後ろの人たちは猫という設定で、そうなるほどね、猫に追われているような、いやもう星座でこんな広げるもういいけど、ね、趣味は、ね、うん、動物飼育ということで、ああ猫って猫がってことですね、あと旅行ということで、うん、はい、なんか他にもね、なんか動物飼ってるような話を聞いたことある、動物飼育で書くってことは多分、うん、猫だけじゃないんだろうね、トラとか飼ってんじゃないかな、王様どっかの、まあ、旅行とかね、旅行 ね、旅行は結構行ってるらしいよ、なんで知ってるの、どの情報、プロフィールだったんですけどもね、藤本理恵選手って言えば、うん、家が得意な選手のイメージなんですけれどもね、うん、まあ、あの女性レーサー特有の、うん、の特徴であるね、そうですね、逃げを、はい、まあ、ハイペースの逃げをね、はい、打てる選手でございますが、はい、他にもね、藤本理恵選手、うん、経歴があります、お、はい、元女子プロボクサーということで、おすごいね、女子日本バンダム級王者、あ、もうチャンピオンだね、そうです、あと女子日本フライ級王者かな、めちゃめちゃ強いじゃん、はい、ワンチャン俺ら一発でやられる、いや、やられるし、ボクサーはマジ勝てないだ、藤本理恵選手と喧嘩になっちゃったら、うん、ガチな話、うん、ギャビガルシア呼びましょう、いや女性同士戦わせなくていいよ別に、ギャビガルシアと戦ってもらいましょう、ギャビガルシアも化け物だから、ギャビガルシアはマジで化け物、ギャビガルシアだって2メートルぐらいあるだな、女性でうーんってで小さい男子プロボクサーだったらワンパンかもしれないな、マジでワンピースに出てきそうな女の人の体してる、いやマジでそれギャビガルシア、はい、ということで今日はギャビガルシア特集ということでいいですか、はい、すいません、ギャビガルシアに関してはあの見てる視聴者の方々がね検索して見ていただけたらなと思います、はい、すいません、ちょっと話脱線したんですけどもね、なんか元プロスポーツ選手から養成所ってなんか、うん、最近ね多いですから多いね、はい、藤本理恵選手やっぱボクサーということでね、うん、やっぱ体つきもシャープで動体視力とかいいのかな、やっぱり筋力とかもあるから、ああ女性にしてはやっぱり強いというか、強いかもしれない、ね、あるのかもしれない、うん、今動画撮ってる時点でですね、うん、通算1着回数98回ということで、うん、あと2勝で通算100勝に到達、はい、はい、そしてですね通算優勝回数が2回ということで、うん、藤本理恵選手優勝ねしっかりしてますから、うん、ということで藤本理恵選手の私が選んだねすごかったレースをね、なるほど、はい、皆様にお見せしたいなと思います、1着は取れなかったんですけども、優勝したレースは別ですごいレースがあるんだ、はい、これあ結構いいレースだったなというレースがあったんでね、そちらを皆様にお見せしたいなと思います、ということでじゃあ早速そのレースを見ていきましょう、メンバーこちらです、川口オートレース場で行いましたスーパースターシリーズ優勝戦なんですけども、見てくださいよ、佐藤真也選手先輩レースがいます、すごい、はい、で森和幸選手、若井友和選手、うん、池野正勝選手、で大外が篠原篤選手、このメンバー相手に、はい、このメンバー相手にねものすごいレース見せてくれるんでね、うん、ちょっと見ていきたいなと思います、はい、ということで早速じゃあレースの方見ていきましょう、どうぞ、サバ寿司、佐藤真也完全優勝なるのか否か、5秒を切りました、3秒前、スーパースターシリーズ優勝戦スタートしました、
10m ラインのスタート争い、少し前輪を持ち上げた佐藤真也、それでもトップスタート、森香幸が乗っていく、森香幸が乗っていく、さあまずは1番の藤本、2番の佐藤真也、佐藤が滑っています、内側から6番の若井と任す佐藤真也の夢を、6番の若井、さらには5番の森香幸で挟み打ちであります、森香幸の力走、森の力走、森が2番手に上がりました。レーサー2周回目、先頭は1番の藤本理恵でありますが、さあ地元の5番森和幸、おっと2コーナー立ち上がり、少々滑りました、少々滑りました、先頭は1番の藤本、藤本が先頭です、5番の森が2番手の位置、さらには3番手争いは6番の若井でありますが、今日のこの疾走路でも藤本のペースも良さそう、さあ外から森の強襲、外から森の強襲、おっと滑った、いっぱいいっぱい、これが勝敗のターニングポイント、1番の藤本、1番の藤本、未知の領域に向かっています。残りは5周回、8周戦は初めてであります、1番の藤本、まだ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 周回数は残っています。5番の森勝之、懸命な追走でありますが、その車間は現在10メートルぐらい、3番手若井、4番手佐藤真也、4コーナーを立ち上がります。藤本と森の対決、さあありったけの力を振り絞って、もう一回森勝之先頭争い、どうか、無理はできない状況だ、5番の森勝之、もうタイヤは悲鳴を上げています、タイヤは悲鳴を上げています、先頭は1番の藤本理恵、藤本理恵の現在先頭であります、2番手森勝之、さあ先頭争いはシーソーゲーム、つばぜり合いになっています、白熱の首位攻防戦、少々滑った藤本、少々滑った藤本、2番手5番の森勝之、さあケップリよく森勝之が並ぶ、森勝之が並ぶ、藤本にとっては西の周回に入っていきます、残りは2周回、さあどうか、さあどうか、この両者の攻防戦、ぐらついた藤本、森勝之、さあ決死の覚悟で飛び込んでいく、大観衆が森の背中を押している、1番の藤本大健闘でありますが、ここ1番で決めた森勝之、残り1周回、森勝之が先頭、2番手には1番の藤本、そして3番手6番の若い友和となっています、もう何年も優勝から遠ざかっています森勝之、今先頭でもう1回藤本がまくりかけるも受け止めた森勝之、森勝之がシリーズ戦のチャンピオンだ。2連勝短式5番1番4760円18番、はい、レース見ましたけれども、藤本理恵選手惜しかったな、あと少しっていうレースでしたね、はい、森勝之選手がね抜くのを苦労してましたけども、はい、このメンバーであそこまで粘るってすごいですね、すごい、いや藤本理恵選手はね逃げたら早いですから、うん、まあ雨だったんですけどね、だから魚座が効いてくるな、ここでそうなんですよ、魚座の伏線が回収した、はい、でしょ、魚座のね、魚座の伏線回収した、魚座の最後ね、多分もう、はい、森くんのプレッシャーにというか、そうね、まあ8周戦っていうのを経験してないから、うん、残り2周ちょっと体力的にも使ったのかもしれないですけどね、精神的にもきつかった、はい、まあでも森くん雨得意だしね、そうね、うん、はい、やっぱ強かった、いやめちゃくちゃいいレースでしたよ、うん、はい、この動画を見てね、うん、いや藤本選手の優勝シーンを見たいよっていう時は、うん、概要欄に女性レーサー初優勝特集貼ってありますんで、はい、そちらからね、飛んで見ていただけたらなと思います、はい、藤本理恵選手のね特集だったんですけども、他の女性レーサーも特集してほしいよという方がいらっしゃったら、はい、コメント欄の方でコメントよろしくお願いいたします、お願いします、ということで、はい、本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います、この動画良かったと思う人チャンネル登録高評価よろしくお願いします、ありがとうございます、ご視聴ありがとうございました、あしゃチャンネル登録お願いします。